結構もともと BB にグリスがついてるんで、それをクランクの方にもつけていきます。はい、 BB のグリスをクランクにもつけたんで、 BB にクランクを挿していきます。はい、では左のクランクをつけていきます。まずグリスをでは左側のクランクをつけていきます。こちら上に穴が開いてますんで、そこに合わせる形でこう刺していきます。こちらその穴にこの板の突起が入るように、これを沈めて穴に刺していきます。はい、次にこちら専用のキャップをこちらの穴に取り付けていきます。専用のコングで回していきます。このキャップを閉めることによって内側から外に、広がる形になりますので、今度はこのネジを使って、外側から内側に閉めるということで、両側からこう閉める形になっていきます。はい、トルクレンチで締めていきます。12から14の規定になってるんで、トルクレンチで、シフトケーブルをもともとついてたものからちょっと交換するんで、ケーブルを抜いていきます。こちらにゴムのキャップがあるんで、これを外します。シフトをこう動かすと中に太鼓が見えてきますんで、こちらから抜いていきます。はい、出てきました。これでシフトケーブルを抜いていきます。ちょっとグレードのアップしたシフトケーブルを挿していきます。これで向こうに通りました。はい、これで準備ができました。はい、シフトケーブルなんですけど、日線のものを今回ちょっと使っていきたいと思います。シフトケーブルのアウターケーブルの長さをちょっThank you.
ですね、リアのシフトケーブルを BB 下のこちらに通していきます。はい、では、シフトケーブルをアウターケーブルに差し込んでいきます。で、こちらにはめて、はい、こちらですね、ここにケーブルがこう挟まってネジを締めていく形になります。なのでこういう形ですね。これでネジを締めていく形になります。で、そのためにはい、こちらで一応締めましたんで、シフトで動くかどうか試してみます。はい、ある程度調整できましたね。あとはオイルつけてからもう少し調整していきたいと思います。こちらの溝にケーブルが通って、この太鼓で引っかかるようにします。なのでこの溝にケーブルを通していきます。こちらのブレーキの方にもケーブルを通していきます。はい、こういう形で通りました。はい、こちらにブレーキケーブルを入れて締めていきます。まずはこのネジを緩めて、そして通します、ケーブルを通します。締めていきます。こちらは実際はホイールはめてから最後調整していきますので、ちょっととりあえずの仮止めですね。はい、仮止め終わりました。こういう形です。はい、じゃあリアのブレーキもケーブルを通していきます。はい、これで太鼓まで入りました。ケーブルをアウターケーブルに通していきます。ではこちらにリアブレーキのケーブルを通していきます。アウターをはめる形になりますね。
はい、じゃあこちらもアウターケーブルにブレーキケーブルを通していきます。そしてこちらにはめます。でこちらのブレーキの方にもはめていきます。でこちら最後ブレーキケーブルを通して締めていきます。まずはネジを外します。で緩めたところにケーブルをもうちょっとまあ実際はホイールをつけたからもう一回調整しますが、軽く止めておきます。はい、これで一応ブレーキ前元も取り付けが完成しました。これでほぼほぼ完成ですね。あとはホイールをつけて調整していく形になります。あとチェーンですね。はい、じゃあリアブレーキの方を調整していきたいと思います。まずパッドが全然ずれてるんで、広すぎるんでまずはかけた状態で引き合わせて締めていきます。はい、こちらもいいですね。そういう形でブレーキ調整リアは OK です。チェーンは、今回フロントシングルで毎40しか使わないということで、かなり短めのチェーンでいいんですけども、以前に短く切りすぎたチェーンが転がってましたので、そちらをつけていきます。ではチェーンをリアのスプロケからリアディレイラーにかけてチェーンをつけていきます。ここですね、ここに内側に入れて、こういう形でチェーンを固定して、チェーンにミッシングリンクをはめていきます。はい、ひざを使って引っ張ります。で、チェーンにつきました。少し調整しましょう。
これでいいですね。はい、問題なさそうですね。ホイールの方は全然フレがないですね。かなりクリアランスを少なくしてるので全然当たり様子はないです。これでブレーキの調整が終わりました。ではワイヤーを切って長さを整えます。でワイヤーの先端にキャップですね、キャップを締めて、はい、じゃあリアも切っていきます。ここのアウターワイヤーも、最初はフレームに当たるかなと思ったんですけども、いい具合に曲線でこの隙間があってなんとかうまくいきましたね。はい、干渉せずにできました。あとはじゃあリアディレイラーのケーブルをカットしてキャップを はい、これで完成ですね。Thank you.